ろやると、やめても何の違和感もない。40本だよ。じゃがいってメンバー推奨よ。吸っちゃいますの、どんどん。ダメだからいいよ。ワンタイルか。そうそう。ハイならもこう。吉田さんこう、目開けたりとかでも。吉田さんこれ何度もタイでね。あの子自体によく見つかるよ。ラブソングできて。ちょっと怒られてたよ。吉田さん、座らないよ。誰かに俺は、誰かもの知ってたわけ。飲むぞ。もう40分やったんだからさ、うん、おじいちゃんと2時間も3時間も飲んでるんだよ。来週ね、養老行ったんだよね。そう、養老さん。養老で日中に慣れてたんだよ。帰りたい休みだったら別にさ、そうそうそう。全然違うんだけど。全然違うんだよ。全然違うんだよ。養老さんと日中に慣れちゃって。同じ大人だよ。よく飲んだよね。あれがね、俺もう楽しみであり、欲求版であり、うん、明日の仕事の糧でもあった、うん、あの時は明日の時やってんだから、そこバンドにご注意ください。吉田は常に言ってもね、年齢もいいし、で、吉田が初めて、誰にも俺が初めて言ってくれたんだけど、俺やめるよって言うの最初の俺に確かに2000年の店舗ですか。うん、さあ、安本君先生で SK に出したのマネージャーショップなかなか難しくなってなかった。やっと与えられたのが薬園代の医療品だった。薬園の医療品ってさ、ひどいもんだよ。30倍しか売れないじゃん。だってとこで与えられたけど、で途中で2年は一応税金やってたんだけど、うん、まあ、それが税金になっちゃってさ、お困りになってくれと、同じ薬園だから、お病になってくれ。その頃、吉田もお金の前から、ね、管理職渡りやってて、吉田とこう話しててさ。で、そういう、こう、あったのかもしれない。アメリカっていうかさ、ああろうと思ったけど、振り返ったらなんか難しい時代だったかな。そうだな、あれさ、一番が電車、もう接着ですよね。Thank you.